像をターゲットして、ずらしたい方向と、方向と、同じポジションに、構える。完璧だよしよし、プロがいる、プロがいる。おい、鈴木のりです。冒頭見てもらった、あれ、拠点戦やってるプレイヤーの方ならわかると思います。像ずらしです。ノバ実装前、実装直後の段階で、障害物を生成できるなら、像の進行を防ぐことができるんじゃないかっていう話もありましたが、その上を行く、踏みつけのお仕事中の像をずらすことができる。で、それが実用レベルでできることが判明しました。今回は、像ずらしのやり方、ノバ拠点戦スキルセット、ノバ拠点戦評価ということでお送りします。それでは早速、行ってみよう。それでは、像ずらしのやり方、見ていきましょう。氷の法人というスキルを使います。このスキルどういうものかというと、壁を生成するものになりますね。で、ポーンつって、まあ、人をね、ドスンって出すんですけども、その人ドスンと出てる時が、障害物を生成できるタイミングなんですよね。ノバの使用上、ポーンやナイト、六冠召喚後にクイーンが召喚できるんですけども、この氷の法人で、クイーンを召喚してしまった時は、障害物っていうのが生まれません。これはご注意です。で、氷の法人を使って像をずらすんですが、方法で言うと2つあります。像を押し出すか引き寄せるか。この2つです。どちらも技術的に使えた方がいいんですが、引き寄せる方が簡単かなと思います。まあ、方法を見ていきましょう。まずは押し出すやり方。敵をまずこうやってターゲットしますよと。で、法人っていうのは、まあ、自分の目の前に、これ生成することになるんですけども、まあ、このぐらいの距離ですね。押し出すやり方は、距離感っていうのを気にしながらやります。まあ、このぐらいかな。いきます。はい。そうすると、今、ちょっと後ろに下がりましたね。こんな感じで押し出すことが、できると。まあ、像の場合だったらそれが、まあ、いいとこに行くとグイッとね、行ったりするっていう感じなんですけども、めちゃくちゃ楽なのが、引っ張り。まあ、引き寄せですね。引き寄せる。で、どうやるかっていうと、ゼロ距離になればいい。敵とゼロ距離になって、この状態で法陣を使えば、引き寄せることができます。これ何がめちゃくちゃ楽かっていうと、例えば、普通にスキルこう使ってたら、敵に近づきますよね、このゼロ距離まで。これは、像を殴ってる時も同様に同じなんですよ。例えば、スーパーアーマーのスキルでこうやって近づいて、この状態で法陣を使えば、引き寄せることができてしまうので、こうやりゃいいんですよ。簡単。で、微調整をしなくて済むので、まあ、像って殴って倒さなきゃいけないので、その間のダメージっていう、このを下げなくても済むし、ゼロ距離にね、自然となれるので、まあ、引き寄せるっていうのが結構楽な方法ではあります。で、実際の拠点戦でも見ていきましょう。まあ、像を左側に引き寄せたいので、そっち側のポジションにいます。で、使うと、こんな感じでずれるということですと。プラスで、これ肌感なんですけど、像を引き寄せる、もしくは押し出すときに楽なのが、横にずらすのは楽だなっていう風に思ってるんですよ。横、左右にずらすのは楽だなって思ってます。で、前後がなんかちょっと難しいなって思ってます。イメージ、像の、オブジェクト判定っていうのが、こうなってるんじゃないかなと。長細くなってるんじゃないかなと思ってて、で、これだったら、左右、まあ、左右にずらすのは簡単。押し出し引き寄せるは簡単だし、で、前後が難しいっていうのは、まあ、納得なんですよ。まあ、実際どうなってるのかはちょっとわからないんですけども、現状僕の肌感はこういう風になってるので、まあ、横ずらしの方が楽かなーなんていう風に思ってます。続いて、ノバの拠点戦スキルセットご紹介します。で、以前紹介したのからちょっと変わりました。スキルの並びが変わってるのがわかると思います。まあ、なんで変えたかっていうと、まあ、1個目の上のところに、この突撃のやつと、前方ガードのやつと、ナイト召喚するやつと、あと投げを入れてるんですけども、まず、投げをね、多用する職業なので、投げを押しやすい、上側の方にね、入れましたっていうのと、あとですね、この、司祭。これの、突っ込み。こっちですね。これ2回目の突っ込みの時に、転倒する時がなんかややあるなっていう感がしたので、安定しないという風に判断して、コンボをね、全然使わないようになりました。なので、上側の4つのスキルしかほぼ使わないというような、立ち回りになってます。まあ、突撃して、前方ガードやったり、投げやったり、召喚したり、まあ、前方ガードしたりして、スキルがなくなったら下がる。で、下がってる間に、
このスタックですね。クイーンのスタックが欲しいので、まあ、ポーンを召喚したり、ナイト召喚したりして、後ろに下がってる間はこれをやる。で、スキルが上がったら、投げのスキルとかが上がったら、また前方ガードとかやったりとか、投げやったりとか、召喚したりとか、まあ、前方ガードやったりとか、して、これで、いなして、いなしてる間にまたこれをやる。これだけです。非常に簡単なスキル回し。ただこれがめちゃくちゃ安定してかつ強い。死にづらいし、投げの役割も果たせる。それで拠点戦中に象が召喚しましたとかなったら、壁が入ってる方を使う。まあ変え方簡単です、普通に。ここですぐ変えればいいだけ。変えればいいだけです。簡単。歩きながらでも、慣れたらもう全然こうやって変えれる。変えれるし、まあ例えば、このオートボタンをね、ポチッと押して、まあ象を殴り、てる時に壁が欲しいってなったら、壁の方のスキルセットにすればいいとかね。こんだけ簡単なのでこれを切り替えて拠点戦中に使います。最後ノバの拠点戦評価について、まあ、僕が思うにですけども、まあ、拠点戦最強と言ってもいいんじゃないかなと。なんでかっていうと、今の拠点戦めちゃくちゃ兵器ゲーですよね。兵器で新生物を削り、兵器を守る。そういうね、戦いだと思います。そういう戦いにおいて、例えば、攻撃の要となる象、大砲、まあ、象ですよね。象がノバの壁で、まあ、5秒とか阻害されるとしましょう。それって、新生物、何パーセントの削りになるかっていうと、象の一踏みって、だいたい新生物 1% 削れるっていう風に言われてます。めちゃめちゃでかいんですよ。3%、4% くらい多分それで抑えれるんですよね。他のキャラクターを選んでも、新生物の削りを1キャラで数%削りを防げるっていうキャラクターはいないんですよ。のはのび。それだけで最強なんですけど、大砲を守るとかでライン戦がかなり発生しやすいこの環境下で、まあ、投げを持っている。しかも前線で戦うこともできる。まあ、前方ガードですよね。で、前方ガードがある職業って、後ろに下がって何にもできないことが結構多いんですけども、後ろに下がってもやることがある。この召喚物を出して、クイーンをね、出すための、準備を後ろでやるとかいうこともできるので、操作楽だし、やってて楽しいし、投げ強いし、象ずらせるしで、なんか俺からしたらもう、火の打ち所ないっていうか、あるんだけど、まあ、めちゃめちゃ動き遅いっていうのあるんだけど、慣れてしまえば、マジでいい職業だなって思ってます。で、かつ、これがめちゃめちゃいいのが、ギルド的にノバ何体必要かって言われると、今テロワールって多分5、6人なんですけど、ぶっちゃけそれで十分なんですよね。逆にもっと少なくてもいいぐらい。でも、そのぐらいの人数ギルドにいることで、ギルドの受けれるメリット、相当でかいんですよ。まあ、あとシンプルやってて楽しいし、この象ずらすのっていうのは、戦闘力一切関係ないので、ぜひ、戦闘力低いけど、ギルドに貢献したいな、とか思ってる方いましたら、ぜひやっていただいて、ちょっとね、ノバの意見交換とかできたら楽しいな、っていう風に思います。それでは終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は火曜日が休みとなりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。